ありがとうございます。次にですね、一番初めには、また私たち よさこい連話が踊らせていただきます。一部の最後に踊らせていただきました風思いてという曲をまた踊らせていただきます。先ほど少しお話しさせていただいたんですけども、風思いてはですね、それぞれの思いが、見てくださっている皆さんに、届きますように、そんな気持ちで踊らせていただきますと、言わせていただいたんですけども、この、演舞にはですね、少しちょっと物語がありまして、まあ、ある、男女の恋物語がテーマとなっております。もしかしたら、2015年度の演舞ですので、お聞きになられた方もいらっしゃるかもしれませんけども、この楽曲はですね、純真様とお馬さんの、恋物語をテーマに作られた曲でございます。純真様とお馬さんというのはどなたかご存知の方はいらっしゃいますか？純真さんとお馬さん誰かな？よさこい節にですね、高知の城下に、盆山かんざしかうを見たっていう歌詞が入ってるんですけども、その盆山お坊さんが純真様です。お坊さんがかんざしを買うとなれば、お坊さんかんざし使わないなってなってしまうんですけども、誰のために買ったのかというと、お馬さんのために、純真様が、買ったというお話なんですが、それがまあ明るみに出てしまいまして、まあ、ちょっと遠くのところに飛ばされてしまって、その恋は叶わなかったというちょっと悲しいお話なんですけども、それではちょっとね、悲しいなということで、私たちの演舞では、まあ、その届かなかった思い、そのような思いが、まあ、いつか届きますように、思っている人に届きますように、そんな思いで踊らさせていただきます。よさこい連話のメンバーいいですか？大丈夫かな？はい、はい、それでは次の演舞も、元気に明るく、頑張りますので、手拍子掛け声応援よろしくお願いいたします。よさこい連は風を向いて構え、あっ。
ありがとうございました。ありがとうございました。